皆さんこんにちは、福留光葉です。ということでお風呂に入りました。偉すぎ。スキンケアをしながら日頃こう感じてることをちょっと話していきたいと思うんですけど、まずなんでお風呂って毎日入らなきゃいけないんですかね。なんかお風呂が嫌いなんですよ。結構なんかいろんなところで話してるんですけど、お風呂が嫌いで、でこれ何がなんかこうよく勘違いされるんですけど、湯船に浸かるのやつ嫌いなんじゃなくて、あのもうシャワーをもう浴びるのも嫌いで、そうですね、結構そうですね、1日髪の毛洗わないとかよくあって、よく髪の毛洗わずに、そうですね、外とか出ちゃうんですけど、なんで毎日髪の毛って洗わなきゃいけないんですかね。本当に嫌いなの。何が嫌いって、ドライヤーがまず嫌いで、いやでも断じてお風呂を入った後に入らなきゃよかったって後悔したことないの、本当に。なんだろう、入らなきゃよかったって思ったことはないけど、入りたくないんだよね、とりあえず。なんかお風呂に入ることがすごく私は勇気がいることなの。想像しちゃうんだよね、ドライヤーをする光景とか。でも意外とそう、入ってドライヤー終わって40分くらいでだった時とかは、うわ40分で終わるならもっと早く動いておけばよかったとか後悔するんだけど、20年生きてても無理なんだよね。でも昔から嫌いなんだよね。いやショートカットの時とか楽しかった、お風呂入るの。なんか一瞬じゃん、洗って流すまで。でも最近なんか常に髪の毛なんか切ってないんだよね。伸ばしてて今。長くね？長い。こんぐらいの時あったのよ。めっちゃ楽だったんだけど、入ってなかったよね、それでも。だから多分長さは関係ないんでしょうね。でもマジでなんで毎日入るんだろうみたいな。日本だけなんだっけ、毎日入るのって。ちょっと詳しいことわかんないので、怒らないでください。なんで毎日入るんだろう、わかんない。だから本当にね、俺は嫌いなんですって話したら、え？顔も洗わないの？とか言われるんだけど、なんかよくメイクしたまんまとかほんと寝ちゃって、年々肌がほんとに、毛穴がね、前までねすっごい小さかったのに、例えるならこの間までの毛穴がボートレッサー真先の水面だったとしたら、今琵琶湖ぐらいまで大きくなりました。あ、ボートレッサー琵琶湖じゃなくてガチの琵琶湖ぐらい大きくなっちゃった。マジで本当に良くないと思ってる。最近そのファンデーションをね、やっと買ったの、久しぶりに。その結構なんかミュージックビデオに出演させていただいたり、それこそもうすぐ舞台の本番があるので、やっぱ本番の時にファンデーションしなきゃさ、中学3年生だから肌綺麗じゃなきゃいけないじゃん。そういう意味でも買ったんだけど、ファンデーションつけたままとか本当寝ちゃうの。今までファンデーションをつけない理由はね、そこにあったの。お風呂に入らなきゃいけないじゃん、ファンデーションって特にダメだから。いつも下地とコンシーラーだけで肌を終わらせてたんだけど、にしてもなんで毎日お風呂入らなきゃいけないか本当にわかんない。なんか私今上京してきて半年ちょっとなんですよ。7月末に来て今3月頭だから半年ちょっとなんですけど、浴槽にお湯溜めたの1回しかないの。はい。でもこう見たら汚い人って思うでしょ？でも私、排水口とかめっちゃ綺麗なの。お風呂も。台所も。なんか水回りだけは絶対綺麗にしておきたくて。本当だよ。本当。水回りとかトイレ掃除とかも結構好きで。でも自分自身はダメなんだよね。あとあれもなんか本当になんだろう、毎日お風呂入るって決めた人を許さない。日本人で初めてこうなんかもう日本人毎日お風呂入るみたいな風潮にした人。え、でもそのお風呂ってさ、浴槽に浸かるってことなのかな。なんか結構海外の方って浴槽に浸からないって言うじゃないですか。なんか毎日お風呂に入るっていうのはお風呂に浸かるって意味なのかな。シャワーもどうなんだろう、わかんないけど、とりあえず許さない。
毎日お風呂に入るって決めた人、毎日髪の毛を洗わないと汚いみたいな風潮にした人が許せないの。あと女の人は体毛を剃るって決めた人も許せない。なんかもうその固定概念があるからさ、お風呂に入らないかったらなんか罪悪感あるわけよ。お風呂になんか頭洗ってなくても普通に外出ちゃうからさ、なんかやっぱ帽子とかかぶっちゃうよね。なんか福富ちゃんがね、帽子かぶってる時はだいたい前の日頭洗ってないので、あ、おしゃれでかぶってる時もたまにあるけど、本当に3ヶ月に1回あるかないかくらいで、基本的に帽子かぶってる時は頭洗ってない時です。待って、怖い。 YouTube に帽子かぶってる動画あるかな。うわ、あるわ。聞かなかったことに。写真とかもね、結構頭洗ってない時は帽子かぶりがちなので、ちょっとこれを機にふとみちゃんの写真見返してみてください。帽子かぶってる時はだいたい前の日頭洗ってないんですけど、でもさすがにね、2日以上頭洗わないことは、今まで生きててインフルエンザの時とコロナにかかった時の2回だけかも。あ、もう1回ある。あ、もう1回ある。結構ある。え、でもなんだろう、その夜頭洗って、次の日洗わなくてそのまま寝落ちしちゃって、その次の日入るみたいな。結構汚いね。朝風呂の時か。朝風呂してその日の夜入らなくて、で次の日もう寝ちゃって次の日の朝とか。汚いな、こう話すと。でも汚いって分かってるのにできてないもんね。仕事の前の日はでもちゃんと入る。と一回だけ、AKB の時に、コンサート終わって、次の日お仕事だったんだけど、めっちゃ朝早くて。でもコンサート終わるの遅くて。そのまま寝落ちしちゃって、次の日そのまま行ったことあります。メイクだけ落として、また塗り直すみたいな。で、髪の毛もガチガチに固まってるよ。前の日コンサートだったから。もうなんかムースとかで固まってるけど、そのまんま行った。ちなみにその日の夜寝落ちして、その次の日の朝に入った。これは初めて話した。いや本当にね、体の気を、女性はなんか体毛がない方がいいみたいなのと、毎日お風呂に入るって決めた人は結構許さないです。結構もうそれでね、人生時間使ってる気がする。その時間があったらね、何ができたかな。多分円周率とか覚えてると思いますよ、私。何桁も特技になってたかもしれない。それが本当に嫌いなんだよ、お風呂が。でもこだわりがないからね、美容に。そう、でも化粧水は3回くらい振った方がいいってどっかに書いてたんで、一応3回くらい振るようにしてます。これ本当に、これあとこれちょっと汚いからちょっとあれだけど、太もぎ化粧水ここに入れて、これ本当にこれだけなの。良くないよね、最近本当に良くないなって思いつつあるんだけど、ちょっと誰かおすすめのスキンケアを教えてください。あれ、なんかお風呂に入りたくなる方法教えてください。なんかあるじゃん、今すぐお風呂に入れみたいな動画、結構なんか明日の朝後悔するから入りなさいみたいな、ああいう動画見ながら寝落ちしちゃうからね、末期。でも今日は入ったので、明日稽古頑張ります。ってなわけで、私のお風呂嫌いの話でした。みんなは入ってね。